はい、皆さんこんにちは。エヌフラワー代表フラワーディストシンです。で今日は桃を入れたアレンジメントを皆さんに紹介します。桃はね、やっぱりこの時期しか出ないので、この時期やっとかないとまた1年後になっちゃうんですね。なのでぜひ皆さんも桃のアレンジ1年に一度は刺してみてください。まあ今からね、こう桃の節句、まあ桃の節句過ぎた後も結構いい桃いっぱい出てくるんですけれども、まあ、なんかやっぱり桃の節句に合わせて皆さん生けることが多いので、3月3日までに一度はアレンジを作ってみてください。ではね、早速いってみましょう。どうぞ。はい、では今日はこちらの器にアレンジをしていきます。いってみましょう。まずはこの桃ですね。桃はこうしおってあるので、これをねこう外していくのが、でですね、まあこれは外すときに弾けて桃の花が落ちちゃうので、必ず手を添えてあげて、この大きくバチンと弾かないように、ゆっくりとこうゆっくりと弾くようにしてあげてくださいね。もうね、すっごい止まってるから、生産者の人の手間がね、わかりますね、これでね。この手間があるから、こう綺麗なお花が僕たちの手元に届くんです。それを忘れないでください。はい、ではもう刺していきます。はい、このように桃を刺していきます。桃のこの枝の留め方はですね、エルフラワーの会員サイトの方をご覧ください。はい、これで桃が刺さりました。続きましてこのカラーをね刺していきます。お花はね根元を斜めにカットして刺しましょうというふうに言われますけど、このカラー、その例外の花があります。それもカラーもその中の一つで、カラーはこのように真横にカットして刺します。次にこの黒ともね入れていきます。で黒と短くするときはここを斜め半分ぐらいカットして、まあ半分までじゃない、3分の1ぐらいでも半分でもカットして、自分のね刺したい長さに加工して刺します。そうするとこうね、少しこう段差がついた感じとかにもできるんですね。長さが規格で同じ長さになっちゃうんで、どうしても同じ長さに揃っちゃうんですけど、それを揃えないためにはこのようにカーブをカットするというテクニックが必要です。このテクニックもエヌフラワーの会員サイトの中のテクニック集に載ってますので、ぜひそちらをご覧ください。でファンデーションワークをします。レザーリフファンで少しこうカバーグリップしていきますね。はい、続いて手前にこのオリエンタルリリーを入れていきます。ユリは葉っぱがねすごいいっぱいついてるので、この葉っぱをどこまでこう間引くかっていうのが重要ですね。まあ、全部取っちゃうこともあるんですけど、今回も全部取っちゃいます。はい、次にこのルスカスをね少し入れていきます。はい、これでルスカスが入りました。次にこのバラを入れていきます。はい、バラが入りました。
最後にこちらのレースフラワーを入れて仕上げます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。どうぞ。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。先に言いましたけど、桃の花は、まあ、今しかないので1年に1度ぜひね、今の時期に生けてみてください。何出るっつってます。なので次回の動画あたりからまた母のコメントが出るかもしれません。母ともどもよろしくお願いいたします。では。